今日皆さんに紹介するお花はこちらです。はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストしゅんです。冒頭にも紹介しましたが、今日はねこちらのお花の紹介です。こちらね、赤バラサムライ08っていうね種類の赤バラです。赤バラって一概に言ってもたくさんのね実は種類があるんですね。その中で今ね結構まあこのサムライ08っていうのは主流の路線ですかね。ただねこう色がね少し、まあ、見てもらうと分かるんですけど、こうくすんでるのが分かりますかね。くすんでるというかねちょっと黒っぽい赤なんですね。だからこうもうちょっとこう明るい赤が好きな人だとちょっと暗いねって思っちゃうかもしれません。ただこちらのサムライ08ね、日本フラワーオブザイヤーっていうのがあるんですけど、カーオブザイヤーみたいなもんですね。それの2009年に最優秀賞を取った赤バラなんです。でこう さっきからね僕がサムライ0808って言ってるんですけど、多分08っていうのは、まあ、2008年にこのバラ作られたんですけれども、その08をつけたのは多分サムライっていう名前で、これちょっと定かじゃないですけど登録商標が取れなかったんじゃないのかなって僕は思います。でこちらの赤バラ、まあサムライだけじゃなくて赤バラ全般なんですけれども、の花言葉は愛情とか情熱です。そしてこちらのバラのまあすごくねこういい点っていうのは、ものすごくこう日持ちがいい赤バラです。ただ悪い点としてはさっき言ったんですけど、これは好き嫌いありますけどね、ちょっと色が暗いっていうかね、黒っぽい赤っていうところがこう好き嫌いが分かれるところなんではないかなとは思います。で大体こちらの赤バラのこういいねこう長さがあっていいものの品物の場合の価格が、大体販売店の価格によって違うんですけれども、500円からだいたい800円ぐらいの間で売られてるんじゃないかと思います。でとかくこういうなんか有名というかね、お花の中でも赤バラっていうとこう誰もが知ってるじゃないですか。そういうお花になるとこうすごくこう高いね価格をつけてるところがあって、まあ、例えばお花に鑑定書なんかをつけちゃってるところなんかもあるんですけど、実はね産地っていうのは、そのなんていうんですかね、その日その日でこう出来栄えがかなり変わってくるので、ここの産地が必ずいいとは限らないんですね。だからもう本当にこう信頼できるねお花屋さんで、もうお花屋さんでほぼ毎日市場行ってますから、で買うのが一番鮮度が高いものが買えるんじゃないかと思います。よくネットなんかで1本1500円とかで鑑定書とかつけて売ってるとこありますけど、まあ、あれはまあよっぽどお金持ちで当たり外れがあってもいいんだったらちょっと購入してみてください。ちょっとおっかないと思います。今日はねこう男性から女性への贈り物ナンバーワンなんじゃないかと言われるぐらい需要が高いやっぱ赤バラですね、の紹介でした。その中の今日はサムライ08っていう種類ですね。まだまだねこのコーナーでは他の種類の赤バラも紹介していきますので、ぜひ楽しみにしていてください。このねサムライ08までね名前覚えてたら多分クラスでめっちゃ人気者ですよ。なのでぜひねこう覚えててください。サムライ08ちょっとくすんだというか黒っぽい赤バラですね。これをよく覚えててください。ではねまた明日違うお花を紹介していきたいと思います。ぜひねこちら覚えてください。はい、このフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。お花も僕もチャンネル登録していただくととても喜びます。お花が好きな人はぜひチャンネル登録をしてください。あ、好きでない方もこれから好きになってくださるようにチャンネル登録をお願いします。ではまた明日お会いしましょう。 See you next time.